フリーマンエチュードはバイオリン独奏のためにジョン・ケージが作曲した練習曲集である。最も厳格にチャンスオペレーションを用いたバイオリンソロのための練習曲を書くという決意のもとにポール・ズコフスキーとのコラボレーションで実現した。全部で32曲ある。バイオリンの弦は4つあるので同じ音を演奏する際に選択肢が4つ生まれる可能性がある。 そこで、ズコフスキーに演奏可能なすべてのバイオリンの重音の組み合わせなどを盛り込んだコードカタログの作成簿を依頼し、出来上がった時点で作曲に取り組んだ。ところが、練習曲第18番の出来上がりをめぐって、ズコフスキーと紛糾。絶対にどうやっても無理というズコフスキーの回答を受け刑事は、作曲を中断した。ズコフスキーは、 最初の8曲のみレコーディングを終えた。その後アービン・アルディッティが正確に演奏できるとの、法を受け、刑事が作曲を再開した時はすでに死の2年前の1990年だった。ズコフスキーによる、ブック3、法のコードカタログも揃い、全曲が完成された。全曲初演は、アービン・アルディッティによって行われたが、ヤノショネギーシー、ヘンミ・ヤスタカ、マルコフジによっても、 全曲演奏は達成された。演奏のテンポはアルディッティが一番早いが、楽譜通りのテンポではネギーシーが演奏しており、なんで最速で弾くのかわからない。楽譜にはちゃんと1小節3秒と決まっていますよ、とズコフスキーは不満を述べていた。ありがとうございます。